福岡到着しました。到着しました。 With PA 工藤、よろしくお願いします。10周年よろしくお願いします。はい、頑張ってまいりましょう。全然余裕がないです。まだ頑張ります。え、なんで、メイクの場所に着きました。思い当たる場所がないんだけど。朝10時過ぎぐらい。嘘、10時経ったようになってるか。え、嘘、なんで今つい同じく今着いた2人と、もうすでに8時からメイクをして住んでいる2人と、でこの2人今からレンタカーをこの格好で借りに行くということで、免許証の写真と見て、これなんか同一人物みたいなのいいのかな。2人で練習してたら、なんか韓国人の人に声かけられてさ、ちょっと話さないっつって、うん、ね、で、で何があったの。珍しく喋ってるけど、どうしたの。友達になろうよみたいな、うん、おー、それで、うん、ユータって言うんだけど、うん、韓国人、韓国人、ユータって言うらしい。ユータって言うらしい。それがそしたらなんか、女の子を、うん、要はその空港、アミメイク、お疲れ様でした。お疲れです。割とババタバタでしたが終わりました。じゃあみんなで確認したら、全然今日はですね、動画を飛ばす余裕がありませんでしたが、本日9時38分ということで、ライブが終わり、道徳の怖さも終わり、はい、これから向かうところです。で、まずこちら今プロボックスにですね、はい、レンタカーその2プロボックスに荷物を詰めているところです。ちょっとまだもったいないかも、うん、で、あの荷物の仕切りはこう、さすが工藤ちゃんが、工藤さん、これね、積み荷プロですから。しかもさっき駐車の時も、うん、健吾にすごい的確に、あよらバケバケってみたいな、聞いてください、さすがです。頼もしいね。今日工藤ちゃんいなかったらライブも終わってたね、完全に。いじめで健吾をどうするしたとこでうまく差し込んでくるわ、ね、こういかにこう周りの人をちゃんと連れていくってことが大事かということを一個学びました ね。確かに車は1台じゃ無理ということ。あ、そう、それを学んだ。そのやっぱこの車なかったらどうなってたんだろうってゾクゾクしますよ、僕。ゾクゾクしますね。ゾクゾクしますよ、今。本当に恐ろしい。あそこでポロッと言ってみてよかったですね。2週間前ぐらいかな。確かに車乗るみたいな、うん、そう、あれ1台借りてんだけどね。8人乗る、そんなくないですか。いや、8人乗るよみたいな、人じゃないんだよみたいな。え、物販のやつどうするんですか。いや、危ないとこでしたよ。危ないとこでしたね。よかったです。あ、でもさあ、ですよ。まあ9時半39、まあ、ということで、まあ撤収も全然もちろん大丈夫なので、ここからです、ね、まあ、10時発天草ですね。10時発天草、いざ天草で1時着で3時間ぐらい3時間ぐらい、まあ、ちょい飛ばしすれば、まあまあ2時、まあ、1時前忙すぎておっしゃ取れてないの。はい、ドライバーじゃんけん、最初ドライバーじゃんけんです。勝った、ちょっと運転したいよね。運転したいな、みんなしたい、運転したい。最初はグーじゃんけん、ほい、最初はグーじゃんけん、ほい、はい、こうでしょ。イエス、ちょっと勝った。これそのまま助手行っていい。はい、さあ、背徳のバラ出発して、まだ1時間経ってませんけど、やばい豪雨になっております。これはやばいですね。全員で命を落とすわけには死んじゃうわ。まあ、ゆっくり行こう。とにかく走り続けて23時40分。あ、まだ全然まだだった。これからすき家に入ろうと思いきや、ラストオーダー終わってましたね。なんだよ、まだ福岡着いてから本当に何も作ってないね、ほとんど。コンビニのものしか食ってないですよ、うん、おにぎりしか食ってない。いや、だから今、まあコンビニじゃないですか。はい、さらにさ、コンビニだけは嫌だという気持ちがありますね。どう考えたって、このどう、あ、モスバーガーあった。黒崎さん、モスじゃね？モスやってんの？ドライブスルー。一度スキヤを入れた身からしたら全然ありだ。いや、モスだな、これは。モスる。モスろ。モススルーしようか。モスろ。あ、マックもあるよ。マックがくない？マックでしょ。これマック派。え、モスは？モスだったわ。だるいことされた。ちょっと年上の、俺バカ、俺バカ。年上の声聞いちゃった。イエーイ。うわ、ハンドル俺が握ってたから俺が曲がればそれで終わりだった。
うるせえモッサーで、これでバックがやってなかったら俺大貧しくまたブチ切れネギ焼き最大もういいや、もう原料かどってだけね。あ、めん、あ、あんじゃん博多明太り焼きチキン。いやぁ粘るね。あんじゃん。いらっしゃいませ、こんばんは。こんばんは。ご注文お伺いいたします。ですね、ちょっと待ってくださいね。はい、ビッグマックセット一つ。北海道じゃがバタ照り焼きセッツ。はい、こちらもセットがよろしいですか。はい。はい。しかも7人乗ってこの時間にセット7つ頼むんだから結構だよね。だってすごいお腹減ってんだもん、この集団。あれか。別に九州にいなくても食えたら。多分そうだな。さっき大阪とか。でも九州で食ったら美味しいって。熊本だけどね、確かに。博多でもないね。普通のハンバーガー一つとチーズバーガー一つと、はい、あとファンタグレープの M サイズで。はい。じゃこれさ、なんか絶対めっちゃいいじゃん。ただ自分の見つかった？天才だけど、天才だけど。健吾、じゃあハンバーガー剥く？あ、いいっすか。シーバーガー？ナゲット2。おやすみなさい。おやすみなさい。明日よろしくお願いします。もし、じゃあ、やすとたくやが入ってるそうなので、どうします？待ちますか？いやー、やすとけば一緒。一緒に入るでしょ。まさかどれ？黒入りたいんだよね。一緒。あ、入っちゃう、入っちゃう、入っちゃう。待って待って待って。待って。いやらせ。待っててくれようとしてる。早く入って、早く。いけ。ヤス映ってない。はい、チーズ。おはようございます。おはようございます。じゃあ、おはよし。眠いよ。寝れた？これ水なんだ。だいぶ。眠ない？意外とでもね。結構よく寝れました。よかった。So
からワークショップです。イエーイイエイイエイ。検証落とす時間なかったっす。何した何した確かにリラックスしました。ダメだよ。さあ、ということでワークショップ終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかった。じゃあこれからやることといえば一つ飲みましょう。酒飲みましょう。アルコール。さすがに上がるな。さすがにテンション上がるな。皆さん、はい、宴会が始まりますよ。お待って、来た来る宴会場を見てください。ここしか見てください。くぅーくぅーやばやば。このピザが食べたかったな。さしこさんピザね。うわ、すっげえな。えーぐわ、タンパク質も取れるよ、たくさんね。最高ですね。最高です。名札ね。名札名札書きましょう。お疲れ様でした。乾杯。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。大変大変お世話になりました。ありがとうござい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 ました。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ようやくライブ等は落ち着きまして、ライブと福岡公演、天草公演、座談会と落ち着きまして、大宴会をね、ワンピースなバリの宴を楽しんだ後でもね、言うて僕はね12時ぐらいには寝てしまいまして、みんなは3時ぐらい前飲んでたみたいなんですけど、どんなもんかみんなの様子を見に行きましょうか。ケンガさん、おいしい。ミキヤさん、さあ、ここは刑務所だ。刑務所でした。もう刑務所だ。10分だ。いただきます。何回刑あるときは願いますだよ。願いますけど、刑務所。さあ、8時過ぎだ。筋トレしたよ。もうボンボンボンだ。やばいやばい。あれ、やめないよ。はい、これ、はい、はい。なんか疲労と、疲労もあると思うんですけど、顔の疲れが疲労とね、アイラインの下の残りがね、アイパッド背徳の目はめっちゃげっそりしてるみんなアイラインがちょい残りしてる。6時でした。5時までやった。川でテントを立てています。すごい、もくもくしだしてます。いつの間にかこんなものが出来上がって。気持ちいい。ちょっと分かってきたよ。はい、飛び込んでしっかり冷やして。ミニスタイガお疲れ様でした。お疲れ様でした。しっかり帰ってゆっくり寝て、背徳とは無縁の生活を送ろうと思います。背徳とは無縁の生活を送ろうと思います。しばらく、しばらくお休みだ。でかいカニ発見。見て見て、ほら、やばくない、やばくない、え、めっちゃでかくない俺の手これで。うわ、すごい。取ってみたら、だって俺がかまわすぎじゃない。え、お茶あ、お茶ばくれ、お茶ば。はい、夏の終わり。始まりだ、始まりなんだよ。始まった。ジェットコースター背徳のツアー、一ツアーに持っていく荷物、グッズ、機材やグッズですね。機材、ちょっと差し入れも入ってます。靴とかで、衣装は一旦ツアーが終わっ
ライブが終わったのでクリーニング屋さんに直送します。ウィッグですね、形が崩れないように一つの箱に入っているのでこんな感じになってます。これは今回から導入したギタースタンド、実装用スタンドと、今回のツアーはアコースティックギターとエレキギターが2本入っておりました。いやいや椅子に美味しいけど、これ冷凍で刺身で食べるとまずいな。